あなたの心に火を灯す、ハマイタルです。ユニオ塾、心温まる日本の古典。今回も、オナギ先生と一緒に、百人一首、26番から30番を見ていきたいと思います。どうも、オナギ先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では、今回の歌、26番から30番、どんな感じなのかということを、はい、お願いしたいと思います。まあ、百人一首って言いますと、100人の歌人の、それぞれの歌を一首ずつ取り上げて全部で100首の歌にした。だからそれを100人100首ではなくて100人一首、100首の歌を全部まとめて一首の歌にしたということで、今日の26番から30番までも全体の流れの中に位置づけられていくというような形になります、うん、なぜそう言えるかといえば、これは藤原の定家が丸4年の歳月をかけて、この100人一首の編纂のためだけに丸4年間という歳月を費やして百人一首の編纂を行っているわけです。ということはそれだけやっぱり一首一首の歌の選果にも、そして歌の順番にも本当に気を使って、これを作られているということが言えると思いますので、そのような解釈になるということになろうかと思います。はい、今日やっていくのは26番から30番まで、定信公、中納言、兼助、源宗行、大志高知の三つで身分の定めでという歌になります。はい、なんと男ばっかりかと思うか分かりませんが、まあ、女流歌人が登場するのはまたこの後のコーナーで、もう女流歌人ばっかりっていう時もありますので、今日は男性ばかりで我慢していただきたいというふうに思います。はい、26番定信公。定信公は、はい、小倉山峰のもみじ心あれば今ひとたびの三重またのと、こういう歌なんですが、はい、まず人物、定信公ってどういう人物かというと、はい、藤原の忠平という人物になります。なんと関白太政大臣、まあ、だから日本で一番偉い人、総理大臣よりも偉いですからね。はい、この関白太政大臣の藤原の元常の四男坊で、この忠平も関白太政大臣にまで栄達した、だったらものすごく立派な人だということです、うん、そして藤原の一族が栄える基盤を作った人物というふうに言われています。でこの藤原の忠平がお亡くなりになった後に送り名として作られたお名前が定信公。定宿で真偽を大切にして生きた人物であったという名前がついてるわけです、うん、はい、でこの歌は周囲集の言葉書きに、歌上皇が大関川でいいのかなに遊ばれた際に、上皇が見事な小倉山の紅葉に感動されて、我が子醍醐天皇にこの紅葉を見せてあげたいものじゃというふうにおっしゃられたことを受けて、藤原忠平が醍醐天皇にそのことを伝えるために読んだ、うん、小倉山峰の紅葉葉心あれば今ひとたびの三重木又の、父親の歌上皇と言いましたけども、この時点では上皇ですが元歌天皇ですね、うん、ご厚意にあったわけです、そして天皇というお仕事の忙しさ、とにかく天皇っていうのは金城陛下もそうなんですけども、年間でおよそ2000件のご公務があります。いろんなお客さんが、まあ、外国からの賓客がやってくるというおもてなしからさまざまな神事があるわけですね、まあ、そういった神事全部合わせると1年間でおよそ2000個、その一つ一つが極めて重要な天皇の行事ということになってるわけです、うん、だから毎回毎回 1年365日しかないですからね、2000ということは1日に3つも4つもあるわけです。その3つも4つもある一個一個のために全部上から下まで相続を整えて、そして、その場で述べなければならないような見事のりみたいなものはこう全部暗記をして、で一個一個きちんと消化していかれる。天皇が、あ、ごめん言い間違いしちゃった、もう一回とかっていうわけにいかないわけですからね。でそれだけ大変なご公務っていうものをお持ちになってらっしゃるということを歌上皇ご自身がよく分かってらっしゃる。そして歌天皇は天皇を退位されて上皇となられた。上皇となられますと天皇と違って、まあ、上皇になりますとある程度自由が利く立場になりますので、歌上皇が紅葉狩りに出かけた、うん、小倉山というのは京都からかなり奥の方に引っ込んだ場所になります。亀岡市の奥ですね。今車で行ったら4、50分、高速使って4、50分、一般道で行ったら 車で大体1時間ちょっとぐらい、かかるわけですし、で昔は歩いて行きましたから、しかも牛車ですからね、めちゃめちゃ遅いわけです。
でそれで行くってことになると、もみじ狩りに行くだけでも本当にもう丸一日かかりといったような形であったかと思うんですが、それだけ の時間をかけてもみじ見物に行った。そうしたところ、本当に物の見事に山が真っ赤に燃えている、うん、美しいもう紅葉がね目の前に広がっている。いや美しい、このような美しいものはせがれの大吾に見せてやりたいものじゃってお話になられた、うん、でこの時に藤原忠平は、はっ、わかりましたと、ならば私が何とかいたしましょうということで、で、天皇のスケジュール調整を行って、で行幸は昔からあるんですね、うん、あの行幸はあるんですが、もみじ見物ってこれ全然意味が違うじゃないですか、うん、はい、この後の天皇になってきますとね、結構湯治といいまして温泉に出かけて、有馬温泉なんか結構行かれたようなんですけども、有馬温泉に行ったり、あるいは道後温泉、四国の道後温泉まで、天皇のご一行が行かれたなんていうことも結構起こってくるわけなんですが、うん、そういうご公務以外のご用事で出かけられるということはこの時代は全然認められていなかった。それを藤原忠平が何とかしてあげようということになって、以後天皇がもみじ見物に行ったり温泉に湯治に行ったりすることができるようになっていったっていう歴史の一つのきっかけになったのがこの歌、小倉山のもみじよ、それまで散らずに待っていておくれ、後醍醐天皇が見に来るから散るんじゃねえぞっていう、そういう歌っていうものがこれがあったんだよっていう。だから平安時代といえば本当にこう平和で豊かな時代だったというふうに言われるけれども、その中にあっても本当に日々いろんな努力が あったんだということを知ることができる手がかりになる歌であろうかと思います。はい、小倉は僕も見に行ってみたいですね、一度ね。ねえ、はい、小倉あんなんていう言葉がありますけど、ね、ちょうどあんパンのようなこう丸っこいね、お山ですよね、はい、はい、で川が流れていてもみじがきれい、まだちょっと今この収録の時点ではもみじ早いですけれども、はい、ね、まあ、季節になったらね、綾部行く途中に、はい、ちょっと寄り道をして、はい、やもみじ狩りいいですね、はいはい、京都のね北の方の本当に紅葉は本当に美しいですね。ですよね、はい、はい、また亀岡のあたりはね、最近自然農が結構流行ってきてて、うん、そうですね、綾部の湯庭の畑もそうですけれども、本当にこう変な農薬使わないでちゃんと育てたお野菜、これがまためちゃめちゃうまい、食欲の秋ね、もみじを見て美味しいものをいただいて最高じゃないですか、はい、ね、ということで次の歌27番中納言兼助という人物なんですが、藤原の兼助のことを言います、はい、で実は紫式部のおじいちゃんです、うん、はい、36歌仙の一人13位、ひいじいちゃんじゃないですかね、ひ孫やったら、あ、ひいじいちゃんか、ひいじいちゃんですね、ああそうですね、そうですね、ひ孫だからね、はい、はい、で中納言まで昇進して57歳でお亡くなりになった、まあ、比較的若くしてね、うん、お亡くなりになった方なんですが、三条の右大臣の藤原定方らとともに紀の綱之や歌人の面倒を見て、いわば当時の名だたる歌人たちのスポンサー的な役割を果たした教養人であったということであります。でこの歌なんですけども、三日の原湧きて流るる泉川、いつ三木とてか小石かるらむ、うん、まあ、小石という文字が使われているので一般には恋の歌なんだというふうに言われているんですけれども、これいろんな解説をご覧いただいたら分かるんですが、このいつ見たのかな、恋しいぜ、うん、なるほど、この恋しい女性は、この恋しい女性って、うん、一度も会ったことがない女性なのか、うん、それとも会ったことあるけれども今会えない、うん、もともと付き合っていたんだけど今会えないんだよ、会いたいんだよっていう、そういう歌なのか、なんかこう空想の中で一度も会ったことのない女性を美しいな恋しいなと思っているのか、これがよくわからない、うん、ということで、まあ、古来ですね、いろいろとまあ議論がされてきた歌ではあるんですけれども、でもいずれどう解釈しようとしても、この歌を恋の歌だと考えると、恋愛の歌だと考えると、いつ三木とてか、うん、という言葉の解釈が、ね、三日の原から流れてくる泉川は、はい、見たことがないということですよね。いつ見たかなみたいな、うん、
前見たことあるよ、うん、今見えてないのか、今見えてない川があるよな恋しっていうのと、なんかこの川の自然の景色と女性への恋を掛け合わせてるのが一体何の歌なんだろうということですよね。なるほど。だからどうもその曖昧になっちゃって、その曖昧の歌だったらどうして藤原の定家がこの歌を百人一首で選んだのかってよく分からなくなっちゃうんです、うん、ところがこの歌、聖武天皇の国境から新しい流れが湧き出るようになった、うん、それは国境の中に組み込まれた仏教、それまでは神道しかなかったんですね、うん、神道にさらに仏教が加わって、で仏教が行基によって全国に広まった、で私有伝根底永年私財法みたいなものもできて、そして田んぼを私有することが認められるようになった。結果としてみんなが一生懸命田んぼの開拓したんで、民衆が豊かになっていった、うん、でまたさらに仏教の信仰が自由になって、一斉に仏教文化が花開いて、そして類まれなる文化の流行へとつながっていった、まあ、そういった時代を振り返って、中納言の兼助、中納言、はい、とても偉い方なんですけども、その方が、私は聖武天皇の御代にはまだ生まれていないので、その頃の時代を見たことはありませんと、うん、けれども天平文化の起こったその時代を私は恋しいと思ってるんですよ。つまりこれ恋しいと言ってるのは女性のこと言ってるんではなくて、天平文化、兼助から見たらはるか古い時代、今で言ったら現代人で言ったら江戸時代の文化と考えてもいいです。その江戸時代というものが本当に素晴らしい時代だと思って、私は恋しいんです、恋しく思うんですよ。で恋しく思うということは、この方は政治権力者ですから、その頃にあったような本当にみんなが自由闊達にやっていくことができる、そういう知性というものを自らも開いていこうと、そういうふうな意味の歌であると。だからこの藤原兼助はまあ京都の人であると、はい、でそれがこの三河原という奈良の土地のこの三隅川、いつ見たことかなみたいな感じで奈良の文化を懐かしんでるというようなことですね、うん、はい、だから実際に川を見たかどうかというのはあまり関係なくなってくるんですね、うん、なるほど、はい、まあ、そういうことを読んだ歌ではなかろうかというふうに言えると思います。はい、で次の28番、源の、まあ、総武と書いてこれで宗行ですね、山里は冬ぞ寂しさ勝りきれ、人目も草も枯れぬと思えば、有名だったんですね、はい、これね、はい、この源の宗行という人物なんですが、これがねちょっとね一癖あるんです、うん、まずこの人物は孝行天皇のお孫さんにあたります。天皇のお孫さんですから、言ってみれば、まあ、今で言うならば政界サラブレッド、うん、二世議員三世議員というね、言ったような人たちで、次は内閣総理大臣立候補しましょうかみたいなぐらいの人物になるわけです。でサラブレッドなんですが、寛平6年、西暦894年に親戚降下して源の姓を賜りました。だから天皇というのは名字がないんです、うん、で親戚降下して一般人になったので源という姓をもらってるわけです、うん、で源の宗行という、まあ、そういうお名前になっていった、はい、で、この人物は宇多天皇の御臨席の歌会に参加した時に、実はこの青い字で書いてあるこの歌を読んでいます。どういう歌か、沖津風不景の裏に立つ波の名残にさえや我は沈まむ、私はもうこの不景の裏にね、沈んでるんでございますよと、もう私は沈んだままになってるんです、地方に飛ばされて、せっかく宇多天皇御臨席ですから、私をどうか中央に返してくださいませという意味の歌になります、うん、はい、実はこの時にですね、この源の宗行、伊勢の地方長官なんです、伊勢の国司なんです、うん、お伊勢様のあるあの土地なんです。お伊勢様という極めて我が国において重要な施設、そこの施設の全部の面倒を見るその国司の立場にあるんです。だからこそ、ご皇族、元ご皇族ですよね。親戚降下したとは言っても、孝行天皇のお孫さんですから、まあ、そういう方に伊勢の国を委ねているわけです。朝廷としては。それを本人は、俺はこんな田舎なんかいるの嫌っすよ。早く京の都に戻してくださいよ。って言ってるわけです。うん、で、それを聞いたときに、宇多天皇が何と言ったかというと、直接宗行の方を見て答えないで、うん、横にいた側近のところにね、はてこの歌は何のことだろうか、わしにはさっぱり意味がわからん、あとわかりますか、いや私もわかりません、うん、っていうそういう会話があった、うん、何事ぞ心得ぬっていうね言葉があった、
要するにその場でこら宗之何を申しとるお前はってやってしまったら地方長官に恥をかかせることになる、うん、はい、だからみんなの前で叱るわけにもいかないと言って言うほど聞くわけにもいかない。で困りに困った歌天皇はいやこれ何のことか意味がわからん、あ、うん、何じゃこれよくわからんな、あ、じゃあ次の歌行こう次の歌、うん、って言ってその場をふっとこうかわされてるわけです。源の元の宗之は親戚降下したとは言っても陛下直々に源姓を賜り、しかも丹波の国の権の森、摂津の権の森、三河の権の森、ね、相模の国の権の森、信濃の国の権の森 を歴任して、そしてついに伊勢の権の森までやってるわけです、うん、ね、それだけの国司を歴任している高官であるにもかかわらず私をもっと出世させてくださいとやったわけです。百人一首に収蔵されたこの28番歌、ね、一目も草も枯れぬと思えばというこの歌も同じ延長線上で、私がいるのは寂しい山里です、寂しい山里です、冬なんかもう寒くて凍えそうです、ね、こんなところにいたら私は立ち枯れてしまいますよ、一目も草も枯れちゃいますよと、ね、人から忘れられて草も枯れちゃいますよ、まあ、そう思ってるんですよというふうに言ってるわけです。仮にそこがね、偏僻な山里であっても今いるその場所をついの住処とわきまえて民衆のために誠実の限りを尽くし抜く、それが人の上に立つ人の役割ですよね、うん、どんな場合でも自分は飛ばされたっていうことであったかもしれないけども、その土地においては自分は店長、ね、国司であるわけですから、支店長であるわけですから、その支店のみんながそのお店のみんなが本当によしやるぞ頑張るぞっていうような気持ちになっていく、そしてお客様にも本当に喜んでいただくような商売していくっていうことが大事じゃないですか。でそれをね、反対にいやもう支店長なんかいいっすよ、早く本社戻してくださいよ、うん、何を考えてるかって話ですよね、うん、でこの歌がそういう意味の要するにこう非常に反証的なやってはいけないことを言ってしまっているといったような歌であるということは、次の29番歌を見るとはあなるほどそういうことなのかってちゃんと納得できるようになってる。